こんにちはで今日はですね、ホームステイについてちょっと話そうかなと思います。でもホームステイ、その僕は今、ホームステイ、その寮からホームステイに変えて、今、滞在先で今、この動画を撮ってるわけですけど、まあ、寮をなんで出たかったかとか、なんで出たのか <laughs> っていうのは、散々その寮の動画で話してるんで、ここでは言わないですけど、 まあ、とりあえず変えたんですよね。で、今すごい、まあ、あんまちょっと許可取ってないんで、ホストファミリーに。あんま詳しいこと言えないけど、すごいいい家庭で、僕がすごい満足してます。で、まあ、今日話したいのは、どうやって僕がそのホームステイ先を、このオーストラリアで見つけたかっていうことですね。で、僕は交換留学でこっち来てるんですけど、僕の大学の駒澤大学が全くそういうのを助けてくれなかったんで、自分で探すことになってしまいました。だから、 別に大学通して探したとかそういうわけでは全くないですね。で、どうやって探したかっていうとですね、あのー、こっちにフランス人の、フランスフランス人、ね、フランス人の友達が一人できて、その子は最初から、その、ホームステイだったんだよね。で、その子、で、ね、俺は寮出たいんだよって話をしたら、そのサイトを教えてくれて、僕はインターネットで申し込んだんですけど、 だからね、オーストラリアンホームステイネットワーク。まあ、AHN って書いてあるね。っていうので、ちょっと説明欄にリンクありますけど、だからホームステイはここで申し込んで、そね、だから、来たのが7月3日でしょこっちに、こっちに帰ってきたのが7月3日で、申し込んだのがね、確かね、7月23とか4なんだんだよね。<laughs> だからね、一週間ちょいで見つかりましたね。だ結構、その、フランス人の友達に聞いたのは、まあ、二、三週間かかるかなって言われて、で、俺もう時間ねえわと思ってたんだけど、なんか一週間ぐらいで見つかって、まあ、なんて結構このサイトすごいいいなと思います。で、あとまあ、自分のなんていうの、生活スタイルに合わせて設定がいろいろ変えられて、なんつうか、 飯全部いらないとか朝晩だけ欲しいとか全部朝昼晩全食欲しいとかなんかほあのエアポート空港の、えー、っと送迎をあの申し込んだりだそついてそこから、まあ、滞在先まで自分で来なくても、まあ、ここのサイトでそのエアポートピックアップもセットで申し込んじゃえばそのまま、えー、連れてきてくれるんで まあ僕はすごい助かったなと。だから僕はこのサイトでホームステイ先を見つけましたと、ホームステイ先ホストファミリーを見つけました。で、ホームステイできましたいうことで、なんかごちゃごちゃになってればいい。<laughs> という話でした。さよなら。